わっしょい下町探偵団源さんです。カチューン通り、亀戸のカチューン通り商店街、先日ここの話は少ししたんだけど、まあこの通りはこの間も行ったかな、香取神社というね、この神社の参道っていうか門前町なんで、まあ商店街の話はしたけど神社の話はしてなかったのだ。まあというか長くなっちゃうから神社は神社でまたもう一回ねっていう感じだったと思うんだけどね。まあそんなわけで神社行きます。まあいろいろ諸説があるんでね、何とも言えないんだけど、江東区で一番古い神社と言われてる。本当かね。まあなんかね、ここら辺は昔まだ海で、で船でここに来た、なんだっけな、なんとかってお侍さんが矢を行ったのかな、弓矢で矢を行ったのかな。でそれがその矢が当たったのがここにあった岩で、それが発祥とか、なんかそんなような、あ、一応書いてるか、藤原のあの鎌足りがこの亀島に船を寄せて、太刀一心を収めたのが、島に太刀、あ、一心一振りか、ほら太刀を刀を収めたのが始まり。ちょっと違うけど、まあ似たようなもんかな。とりあえずここに島があって、そこに刀で、弓矢じゃなくて刀らしいね、なんかいろいろここに持ってきたっていうのが始まりらしい。ここでもね、なんだろうな、ちっちゃいながらもいい感じの神社でね、まあ、さっきもちょっと見せたけど、まあ、工事中だからな、パッとしないけど、カチューン通り商店街もいい感じだし、なんていうのかな、村の鎮守なんだよね。亀戸の繁華街っていうと、まあ、亀戸には天祖神社とか亀戸天神とか、あと浅間神社とか、いろいろ有名な神社あるんだけど、町の人に本当に愛されてる神社っていうと、やっぱり香取神社だよな。ここら辺のちょっと繁華街、亀戸の繁華街、3丁目とか4丁目とか、ここら辺の人たちはみんな香取さんの氏子だしね。カラスいるな、カラス元気だな。でまあその藤原の鎌足りがどうしたかこうしたかなわけで、スポーツの神様なんだよ。戦い関連の歴史があって、それで戦うってことは、まあ今の時代ちょっと戦はないんで、戦うっていうのはまあスポーツに象徴されちゃうっていうことだろうね。ここね、でもね、いろいろね、まあ頑張ってお祭りとかイベントとかよくやってんだよ。あそこにあるお社なんかは亀戸七福神の、亀戸七福神ね、確かここに2つあるんだよな。大黒様と、なんだっけな、なんか忘れた。みんな忘れたで済ました。神楽殿、これ時々ね、なんか町の人は太鼓とか叩いてる。あ、そういう言い方ダメだな。どうなんだ、ちゃんと順番立てて話さなきゃダメだな。やっぱり台本作んなきゃダメだな、これからは。亀戸大根の日、ここで、ここの神社でっていうか、ここら辺で亀戸大根という地産地消の、地元の野菜が取れたのだよ。まあ、そういうことで、なんかね、
青首大根とかああいうでかいんじゃなくてちっちゃいんだけどちょっと辛みのある大根で、その大根が取れて今でもまあ町としてはそういう大根を取れましたってことで、時々じゃないな毎年いろんな小学校とかね農家さんとかに作ってもらって、その大根の収穫祭っていうのを毎年3月ぐらいにやってるのだ。いろんな学校の人たちとか子どもたちとか来るし、議員さんとか、まあ、町のテレビ局とかいろんな人も来てね、こういうのを撮ってくる。でその時にこの神楽殿で町の人たちが水神太鼓を叩いたりしてちょっと賑やかしてくれると。結構ねここね実はネタたくさんあるんだよ、話すネタ。熊野神社のなんだ文社があったり、恵比寿様と大黒様はさっき言った、あれここに2つ入ってるのかな、あの七福神の恵比寿様と大黒さんがこの中に入ってると。そうだね、天祖神社がで、これ稲垂り神社でしょ、あとこの中に2ついるんだね。福神社って名前で、福神社って名前でしちゃって、でこの中に2つ収めてるのか。まあ稲垂はやっぱ稲はあれだね、コンコンさんなんだね、コンコンコン。でなんだっけ、今恵比寿大国か、で恵比寿大国像ってのもね作ったんだよ。ほらここに来てお参りしてね的な、ちょっと赤くなってるね、掃除してないのかね、水かけてお参りしてくださいと。あとここがね閉まっちゃってるからね、今一つ分かんないけどね、こんにゃくみこしなのね、おみこしが。で、まあ、さっき言ったように村の鎮守的な、なんかあの地元の人に一番愛されてる神社なんで、まあ、おみこしの時期になるとやっぱね盛大だよ。何期だっけな、結構な数のおみこしが出るんだけど、ここの宮みこしはこんにゃくみこしって言って、上と下がなんつったのかな、くっついてるんだけど、なんか一本の支柱かなんかだけでくっついてるんで、まあ、分かりやすくグラグラしてんだな、上と下が。でグラグラしてるけど、まあ、グラグラしてると壊れてるわけじゃないからね。でグラグラしてて、それが担ぐたんびに右に揺れたり左に揺れたりする様がなんかこんにゃくみたいだと。そういうことでこんにゃくいない、あ、こんにゃくみこしと呼ばれてるのだ。そうか、さっきのスポーツの神様の話途中だったな。まあ、戦というのは現在だと、まあスポーツに象徴されるんで、スポーツの神様ということで、なんか見えるかな、見ちゃまずいのかな、真っ暗だしやめとくか。一応ちょっと上の方だっけ、あ、見えねえな。あのアスリート勝ち馬ってのがあって、結構オリンピックだとか大きな大会があると、まあまあ有名なスポーツ選手、テレビで見たことがあるなスポーツ選手もこうね祈願に訪れるんだよ、なかなかね大した神社。まあ結構さっきも言ったけど結構いろんなことやってて、まあ、加納治五郎は明らかに柔道だから、柔道ということでスポーツの神様にお参りに来てるっていう、そういう流れかね。まあ、加納治五郎自体はもう生きてないけど、で赤唐辛子市とか、あの唐辛子を植えて売ってるのね、鉢植えにしてとか、アジサイも売ってなかったかな、植木市もやってる、5月ぐらい、ここら辺でずっと、なんだろう、あと何かやってなかったかな、なんか結構いろんなことやってんだよ、町の人たちというか神社の人たちが。
あと一つ面白いのは見当たらないかな。白い石がねたまにある。白い石を見つけるとなんか幸せが訪れるらしい。なのでここに来て白い石を探すといいことがあるかもしれない。まあでも白い石ねどんどんなくなるんでね千葉の稲毛海岸の海水浴場みたいに補充するらしいけどね、うん、ないね。今日は見っからない。結構ね、そうなんだよ、ここね話の種も多いんだよ。あとすごく不思議なのがねこれ、これはねなんか許可的な問題とか言うとちゃんとクリアしてるらしいんで多分言っちゃっていいと思うんだけど、カトリ家の墓、ここは宮司さんがカトリさんなのね。カトリって名前の一族がやってるのね。で明治以降神仏分離令って言われて、神社いわゆる神道とお寺仏教と、まあ、別々になったわけ。別々に経営するっていうかそういうふうになったわけ。それで神社の宮司さんは死んだらどこ行くのって話なんだけど、死んだら神様にはやっぱならないんだよね。死んだらやっぱり仏様になるみたいで、よいしょ。なのでここではない場所にどっかお寺があって、そこにお骨を納められるのが通例なんだけど、ここだけはなぜか神社の敷地内にお墓がある。でここにカトリ家は眠ってる。これはなんかねかなり私は珍しいと思う。これお墓って勝手に作っちゃダメだからね、うん、お墓勝手に作っちゃダメなんじゃないですかって言ったら、宮司さんに言ったら、いやなんかねちゃんと許可的な問題はクリアしてるらしいよ、うん、あとはなんか面白い話あるかな。あとその亀戸収太鼓の収穫祭がだいたい3月にあるんだけど、それはちょっとしたお祭りなんでかなり人がたくさん来るのだ。で実はわしはというかわしら下町探偵団はその後ここでベーゴマ大会をやるのだ。毎年まあまあな盛り上がりを見せてるのだ、うん、なかなか楽しいっす。亀戸独自のなんかお土産とか景品作ってね、みんなにそれ持って帰って喜んでもらったりしてるのだよ、うん、なんかいい感じでしょ結構この神社、うん、本当に町の人に愛されてる神社なので、ちょっとね亀戸っていうと亀戸天神がやっぱり一番有名だし、あっちはほぼ道路に面してるけど、ここ奥まってっからね、知らない人は、まあ、亀戸の人は誰でも知ってるはずだけど知らない人は知らないよね。まあでもたまにはちょっと遊びに来てあげてくださいませ。じゃあ今日のとこはこれでおしまい。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねをしてくださるととてもありがたいです。じゃあそういうことでこれでいいのだ。